はい、ヤマハの C3 ですけどもね、完成いたしました。ご実家の方からですね、奈良の方に運びたいということでご連絡いただきました。その時にですね、ちょっとピアノね、移動する機会にということでいろいろとご提案させていただいてましたが、このね、下のとことかね、こうワンちゃんが、かじったりしておりましたので、その辺はね、綺麗に鳴らしまして、また黒く塗っておりますし、この辺とかね、傷とかあったかなと思うんですけど、ほぼこれは分からなくなったんじゃないかなと思いますね。はい、音色とね、タッチの方もすごく良くなりましたのでね、早く弾いていただきたいですけどもね。タッチの方はね、ピアノが届いてから存分に味わっていただくとしまして、音の方ご確認いただければと思います。C3 の中でもね、なかなか奥深い音色がね、出してくれるピアノだなと思いますね。はい、小ユニットもね、ついておりますし、いろいろね、使い勝手もいいんじゃないかなと思いますね。今度はね、防音室に入れるということですので、その辺防音室の音響に合わせてね、ピアノの方も調整していければいいなと思っておりますね。はい、いやー、本当に弾いてて楽しいピアノに仕上がったと思います。満足していただけるんじゃないかなと思っております。